Now, round one. 第1ラウンドもゴングが鳴りました。さあ田中の半年ぶりのリング、勝って一気に世界3階級制覇へ運べるかという、さあ飯田さん、はい、まず注目の立ち上がりですよね。そうですね、相手も勢いのある選手ですから、はい、特にこの1ラウンドでしっかりこう自分のペース作りたいですよね、はい、非常にハードパンチャーの相手と聞いています。さあ左右のフックを振るってきます、前に来ます。いやプレッシャー強いですね。ああそうですか。さあボディーブロー、かなり乱暴に、前に来る、そんなイメージですか。あの戦前には飯田さん、あの相手との距離感、はい、本当に研究してきたと胸を張るこのバルドナだと、非常にいい立ち上がり、まあ、前にどんどん来るという、やっぱりこれがあのスタイルですかね、飯田さん。そうでしょうね、あとその近づいていったら、はい、左右フックを振る、あと打ち終わりですね、はい、これですね、これ合わせてくるような感じもすごく得意で、今の左ジャブ思いっきり振るんですよね。そうですね。さあ長いジャブを振ってきます。田中の動きはどうか、左右をフック振るっていく。さあ体が近い、ボリブロー、あーと近いところからパンチを出す、かなり立ち上がりから飛ばしています。田中も相手のパンチをかわす、右のフック、左のアッパーを返しました、田中恒成です。いや木村さん、はい、出だしから激しいですね。そうですね、まあ青コーナー、フィリピン人、はい、すごいやっぱり振ってきて、まあ、結構やっぱパンチもありそうですね。そうですね、ここまで負けを知りません両者。右のストレートは田中恒成、左のフック、長いフックが飛んできます。さあ田中の立ち上がりの動きですが、飯田さんどういうふうに分析されますか。まあ、あの相手の動きを見ながらなんですけれども、はい、必ずバルドナド、田中の方がパンチ打った後に、必ず打ち返してくれてるんですよね。これも左のフック、相手を研究しきっているんだという自信の表れか。前に来ます、右のストレートから左ボリブロー、アッパーを返す、左おーっと強引に前に来ます。いやーこの無造作にも見えるパンチは、これは木村さん注意したいですね。ボリーブロー、ボリーブローが当たりました。この田中のボディは一つ木村さんキーになるかもしれませんね。そうですね、まあボディもうまいですけど、やっぱりジャブがやっぱりうまいですよね、スピードもあるんで、はい、その鋭い左のジャブ、フライ級にさあ転球してのこの初めての試合、50.8 キロで戦うのは田中恒成初めてです。ボリー、左をボリーに持っていきました、左のフック。さあ相手のパンチは飯田さん、そろそろ距離感は田中掴んでますかね。ボリーブロー左、まあそうですね、でもやっぱり油断はできないですよ ね、 そうですね、とにかく打ち割り思いっきり振ってきますからね、立ち上がり、このフィリピンの無敗の世界ランカーが完成しました。ボリーブロー、いいボディが当たりました。田中恒成の立ち上がり、どんどん続けていきたいですよね、いいボディが当たっています。半年ぶりの復帰戦、勝てば3階級制覇の世界戦が待っている田中恒成、第1ラウンドが終わりました。放送席には WBO 世界フライ級チャンピオンの木村翔選手にもお越しいただいていますが、立ち上がりの田中の動きですが、どのようにご覧になりましたか。まあそうですね、本当にまあ階級を上げて、まあ、キレもスピードも、パンチも上がってるんじゃないかなって思います、まあ、そのあたりが飯田さん、はい、田中本人としてもパワーという点ではかなりの上積みを得たようですね。そうでしょうね、そういうところ見たいですよね、はい、さあ第2ラウンドを迎えました。バルドナド相当こう立ち上がり強いパンチを振るってきたんですが、この第1ラウンド、2ラウンドはどうか。静かに立ち上がることが多かったこの田中の序盤ですが、あーといい、前に来ます、前に来る、左のフック、お右はフックを切った、この長いフックも、あーとしかし構わず前に来ます、よく見えてますね。あーそうですか、はい、あー右のフック、高田さん、はい、田中恒成陣営です。ひとしトレーナーはですね、はい、予想通り左右のパンチを振りまくってくるなという印象を本人とも話してましたね、はい、ただ全然それは問題ないと。 そのためにもっと出入りをすること、それから相手はですね早いラウンドで決めようとしてくるだけだからよく見ていけという指示です、はい、飯田さんかなり飛ばしてる感じがありますんでね、まあ、そうですよね、本当に右のパンチなんですけども、はい、野球のピッチングのような、あそうですね、あのやつ でもあとショートの右ストレートも打てるんですよ。なるほど、そこにはちょっとフェイントなどで引っかからないようにしたいですよね、まあ、そういう意味では木村さん、はい、陣営としても仮想木村翔というそういう見方もあるようですけどもね。そうですね、なんかやっぱ僕みたいに振り回しますね結構ね。あそうですか、はいはい、立ち上がりかなり強いパンチを振るってくる相手に対して田中のこの立ち上がり、うん、この辺りはしっかり見えています。さあ細かいパンチ、いいですね、左ボディ
これ効果的になるパンチですね、はい、高田さん、一方バルドナの陣営ですが、はい、あの積極的に攻めてはいるんですけども、はい、陣営はかなり趣味のディフェンスの面のアドバイスを出してましたね。そうでした。しっかり脇を締めて頭を守っていこうと、そういう指示を出します、はい、田中の細かいパンチも相手を捉えています。左からおっとあと振ってくる田中、なんとかガードをしながらという感じになりますが、構わず前に来ます。いやー、こんな相手と当たるのは田中、ひょっとしたら飯田さんデビュー以来初めてかもしれませんね。ここまでのはいなかったでしょうね、いやでもこの右をかわしての左ボディ、はい、いいですよ。ボディが効いてきますよね。そうですか、右のストレートが当たりました。ボディーブローボディーを攻めています。田中恒成の立ち上がり左、さあここもしっかりとガードをしている。相手の当たる距離のところでは人志トレーナーもガードは絶対、ああ右、ワンツーワンツーとしっかりと相手の顔を捉えました。ボリブロー、このボリは効いている。こういうコンビネーションですね、はい、こういうので弱らせていくという攻め方がいいと思いますよ。畑中会長も戦前やっぱりあの後世のボディが効いてくるんじゃないかというそういう見方もしていました。ボリーブロー、ナイスボディですね。ボディを打ち合います。左ボディー、しかしバルドナーと、思い切り振ってきます。左右のフック、腹いいね、腹いいね。田中はパンチは見えています。さあ体勢を崩す相手に対して、あしかしあとこのパンチを振ってきます。いやリトルパッキャオの異名を取るこのバルドナド、立ち上がりですが思いっきり振るってきます。もう後のことは考えてないというそんな感じの攻めにも見えます。第2ラウンドが終わっています。相手のパンチをかわしての攻撃です。このあのワンツーワンツーと綺麗に飯田さん入ってますね、はい、いいですよね、まだ相手はダウン経験一度もなしという、まあ、タフネスも木村さん持ち味なんですよね。そうですね、まあ、ボディが効いてるんで、はい、まあ、効いたところに上とか、はい、まあ、上下つなげていければ、まあ、KO もあるんじゃないかなと思います、はい、立ち上がりは相手のパンチをしっかりと見切っています。距離感は田中はしっかりと把握している感じがあります。ただもうお構いなしに前に出てきて、まあ、そして飯田さん、あの時折見せるショートのパンチも、はい、警戒しなければいけないというところですね。あと、左ビーン、ね、ね、回転のいい手数ですね、しっかりと見せてポイントも取りつつ、はいはいはい、あとやっぱりこう倒すというよりもまずは弱らせるっていうのが大事ですよね、こういう選手には、はい、頑丈だと思うんで、そのダウン経験もないということですから、はい、そうですね、まあ、木村さん、あの削っていくと言いますかね、はい、よくボクシングではそういう言葉も使いますが、そうですね、やっぱボクシングはボディですよね、はいはい、この田中のボディというのは一級品です。高田さん、はい、田中サイドなんですが、父親の人志トレーナーはですね、はい、やはり放送席お話のように、自分の左サイドを舐められているから、ボディ腹を打ち続けろと、でお前は逆に細かくでいいから、はい、入っていって細かく打てという指示です。うん、細かいパンチをという陣営です。初めてフライ級で戦います。さあ勝てばもう畑中会長もいい内容だったらばすぐにでも3階級の世界戦というそういう調整に入るという話。あとボリブロー、左のボディ、はい、一方バルドの陣営ですね、もうちょっとリラックスをして正確にパンチを打っていこうとそういう指示を出します、はい、いやかなり飯田さん無造作に振ってきたバルドナの印象ありますんで ね、 そうですね、アッパーです。アッパーから右、あとボリブローボディを振ってくる、あと重たいパンチです。あと左右、このフックが持ち味です。さあ田中も手を返していく、近い距離での打ち合い、ボリブロー左のボディ角度よく入ってね、左左のフックが相手の顔面を跳ね上げました。ちょっと中間距離から打ちに行こうとすると、その打ち終わりとか合わせてくるような、バルドナド、パンチ、はい、強いパンチを振るんですけど、今、田中選手、いい感じでこのふわっとこう入るような、はい、それでそのカウンターのないタイミングで入れてますね、あなるほど、相手の距離、あーっと潰して、細かいパンチで、左右から、防御できない、どうなんだ、しかしまだ手を返す、おっと、いやもう、ダウン寸前かと思われたんですが、一瞬諦めたかと思いましたね、そうですね、そこからまた手を返していきます、チャンスですね。田中まだチャンスですね、はい、はい、残り30秒近くあります、あっとしかし手を返していく、ボリブロー左ボディ、いやボディはいいですよ、はい、角度よく捉えています、嫌がってますよね、そうですね、ボディは効いています、あっと左から右、あしかしまた手を返す、まだダウン経験一度もなしというこのあっとボディ、しかし田中も手を返していきます、
ボリーブローです。お強いボリーを今度は田中に振っていく。左に発。第3ラウンドが終わりました。序盤の3ラウンド田中の連打で完全に相手ガードが下がってもうあのストップ寸前かという飯田さん、はい、そんな雰囲気でしたよね。いや自分はもうやっぱそのダウン経験ないと、はい、打たれ強さがあるっていうアピールですよね。うわそうですか。だからこそボディ行きたいですね。あなるほど歯を食いしばってというのが木村さん見て取れましたね。そうですね聞いてないアピール、いやストップ寸前かと思われた第3ラウンド。さあ試合は中盤に入っていきます。田中恒成世界3階級制覇に向けてのこの前哨戦。さすがはバルドナードこのダウン経験なしというボリブローです。ですからこのボディが一つキーになるという田中の立ち上がりの動き。さあこの第4ラウンドはどうでしょうか。高田さん、はい、田中陣営なんですかね、田中仁志トレーナーは舐められるなと強く言いましたね。そうですか。お前が中途半端に離れると相手は左右に振ってくるから、もっと集中して自信を持っていけ、大振りさせるぐらいでその後お前が行けという指示です、はい、なるほど大振りをさせて、まあ、あの飯田さんから左のフック。しかしいや手を返した左確実性では木村さんも田中ですね。そうですね、まあ、大きく振られたところを避けて、まあ、すぐ行ってるんで、はい、まあ、当たってますよねパンチはね。ですから、まあ、陣営の思惑通り進んでますよね。進んでます。ボディブローです。今度は右横を言えばこのボディブロー、バルドナードのボディブローも、はい、受けない方がいいですよね。あそうですか。足が使えるんで、はい、かわしていきたいですよね。あと左のボディ2つ。これバルドナードみたいな選手は、打つことで自分もこうエンジンかかってくる選手なんで、はい、逆にもガードの上からも打たせない。そうですね、かわしたいですよね、こういうパンチです。あしかしまだパンチ力は残っているか。ボディブロー左右、あっとまだ手を、あっと右を打ち下ろす。近い距離での打ち合いです。第4ラウンド右細かい、あっといい、あっとダウン寸前かという状況になってからが強い。あーきた、ボディ効いている、ボディ効いている、気持ちになった。さあダウンシーンか、ダウンシーンか。第4ラウンド相手の心をへし折りました。さあどうか、どうか、立ち上がった、立ち上がった。あこれは効いてますよ、効いてます ね。さあ残り1分がある。真ん中で倒れますね。右左右、さあ田中フィニッシュか。さあ連打で追い詰める、追い詰めていくロープ際、口レフェリー見ています。ストップのシーンがあるか。足うまく使いたいですね。足ダウンを奪っている田中。さあフィニッシュの時間近づいている。田中恒成の世界前哨戦、このタフネスを相手に攻め込んでいます。残り30秒どうか。しかし相手も耐える。逆に上も使うといいんですよね、はい、上を顎を跳ね上げといて、低いですよね、で下ですよね。さあ残り20秒、田中恒成の世界前哨戦、ダウンを奪っている第4ラウンド、フィニッシュのシーンを迎えるか。細かいパンチ、細かいパンチ、さあどうか。しかし手を返していく。残り10秒、根性ありますね。いやーまだまだという根性ありますね。このフィリピン、バルドナの見事な頑張りを見せている。さあ試合は中盤に入っていきます。田中恒成のボディーブローが完全に効いていました。最後はこの左ボディでダウン、ダウン経験一度もなしというこのフィリピンのバルドナド相手に初めてのダウンを奪ったという田中。いや飯田さん非常にこう効果的でしたね。いや見事でしたね、はい、綺麗に決まりましたね。さあ木村さん、まだこれチャンス残ってますね。そうですね、このラウンド一気にいきたいですね。勝負じゃないですか。はい、第5ラウンドに入っています。さあ詰めていく、ビーあっとしかしまだ手を返していく。左右、ボリブロー、いやまだ強いパンチを持っているか。なんと逆にこう田中がシャギムに前に来ます。ボリブロー2つ、いやこういう田中も珍しい相手の戦い。さあこういう乱戦になっても相手の土俵に立ってもという田中恒成の攻め、前に行きます。右右左右、さあどうか。いや手を返す、あとまだ手を返すか。いや本当に打たれずですねそうですね、さすがダウン経験ゼロはうなずけます。リトルパッキャオの異名を取るこのバルドナド。田中さん、はい、田中恒成サイド、ひとしトレーナーですね、
ボディ、左ボディだけで倒してこいと三好でしたね、はい、左ボディで倒してこいと畑中清会長はゴーサインを出しました、はい、そうですか、それだけボディは効いています。ボディブロー、さあ詰めていく、ボディが効いている、右腹どうか、ボディブロー、今度は右のボディ左、いやしかしまだ手を返す、あとあと今度は逆にパンチをもらいましたが上打ちたいですね。そうですか、ボディ狙いたいときこそ上を逆に打つんですよね。なるほど、やっぱりこう散らしていくということですね。坂田さん、一方バルドナ陣営ですね、はい、苦しいのは分かるんだけどもっと手を出していこうと、はい、でできるだけ足も動かしていけというそういう指示はします、この世界ランカーにとってみてもトップコンテンダーの田中を相手にさあボディで攻めるアッパーです。さあ第5ラウンド、いやなかなかのこのタフネス、さあ田中も一気にフィニッシュに持っていきたいこの中盤です。第4ラウンドにはボディーブローでダウンも奪っている。さあもう一つボディー、くの字に曲がっている、またボディー来た、さあどうか、あしかしまだ手を返す、左を振っていきます。さあ細かいパンチ、ボディー、鈍い音が響きます国際会場。さあフィニッシュの時間か、田中康生が前に来る、あ左、しかしもうパンチには力強さは残っていないか。この第5ラウンド残り40秒というところ、もうあの田中がかなりフィニッシュに向けてという木村さん展開にはなってますけどね。跳ね上がった、跳ね上がった、ね、ボディブロー、バルドナーもしっかり見てるんですよね、そうですか、受けながらも、はい、いやもう無造作にも見えるそのガードもノーガードに近い感じなんですが、なんとかこらえます。残り20秒切っています第5ラウンド、勝って世界3階級制覇に向かいたい田中康生、ボディブロー、いやしかし手を返していく、第5ラウンド残り10秒切っていますボディ、なかなかのタフネスです。第5ラウンドが終わりました。下に下がっとんやったら上に上げる必要ない、下に潰すよ、腹使わせるな、だけどこいつここにおったらお前こっち行ってみ、打ち下ろし行けるよ、打ち下ろし打ち下ろし、さあお父さんの田中仁志トレーナーの声が響きます。もう少しというね飯田さん、ところまで来てますからね、ここまで来たら木村さん、やっぱりこうノックアウトで気持ちよく世界に向かいたい、ね、田中康生の第6ラウンド、さあもうあと一息という感じがあります。第4ラウンドにダウンを奪っている田中、対戦相手はフィリピンのこの無敗の世界ランカーロニー・バルドナド22歳、ともに22歳、あと左のアッパーです、軽いパンチです、ナイスジャブ、さあ左をついていく、前に来ます、プレスは田中、右、右のストレートを振るっていきました、ボディ警戒の相手に対して右のストレート、乗って後ろ回るな、乗って後ろ回る、さあ近い距離です、さあこの距離でも田中右、相手はもう飯田さんだいぶ手数も少ない、あとそれでも手を返していきます、細かいパンチ田中、いやもうダウン、あと左、あと少しという感じがあります。さあこの辺りして、そうですね、でもあまりこう攻撃の手を弱めるとまた吹き返してくる可能性もありますから、ずっとこうプレッシャーと手数で苦しめ続けたいですよね、はい、そうですね、まあ、木村さんもこういう相手の経験って何度もあるかと思うんですけどね、はい、まあ、タフですね、でもそうですか、よく見てますし、さあ細かいパンチ、この細かいパンチは近い距離でも飯田さん非常に有効ですね、そうですね、ああいうことでこう、はい、ずっとこう、まあ、呼吸を乱し続けるというか、はい、相手のこうやりやすくないように回復しないように続けたいですよね、もう飯田さんからすると相手のボディももらいたくないんだという、そういう話、さあ左が右、いや、さあ詰めていく、いいですよ、さあ詰めていく、右を返していきます。第6ラウンド、まあ、開始当初のプレッシャーはそれほど感じませんが、左のフック、田中のフックが相手の顔面を捉えました。さあこういう時間帯をいかに効果的にダメージを与え続けるか、ボディーブロー、さあボディー、もう一ついく、もう一つボディーを行きました、相手も手を返します。第6ラウンドに入っています、攻め疲れがもうありありと見えるこの対戦相手バルドナド、さあ左のジャブから突っ込んでいく田中、2のストレート、攻めていたこの詰めた時ですけども、はい、ここでこううまくステップですね、サイドステップ、はい、横にこう切り替えるんですけど、はい、そういう動きができるとまた、
まあ、バルドナードの方もちょっとこらえきれないタイミングが出てきますよね。そうですね、まあ、木村さんもうあえてこう、はい、田中としても相手の土俵に立って戦っているような感じもありますんで ね、まあ、ずっとペース握ってるのは田中選手なんでね、はい、さあまた一つ新しい田中のそのボクシングスタイルというのがこの試合で飯田さんまた一つ新たな引き出しといいますかね増えるかもしれませんね。そうですね、まあ、階級上げたということで、はい、まあ、相手もこれだけ打たれ強いんですけども、まあ、パンチ力はもう証明してますよね。そうですね、すでにボディーブローでダウンを奪っている田中ボディーブロー。さあ第6ラウンドももう残り10秒を切りました。かなり相手のプレスは弱くなっています。ちょっともう少しスピードとキレも取り戻して、はい、攻めていきたいですね。第6ラウンドが終わりました。さあここから終盤に入っていきます。改めまして飯田さん、はい、ここからのポイントですね田中の、そうですね、力強さ、フライ級に上げたということで、それはパンチ力も、申し分ないんですけどやっぱり軽量級の頃のフットワーク、はい、それももう一回見せてもらいたいですね。なるほど、はい、さあ第7ラウンドに入ります。田中恒成の世界前哨戦、勝てば3階級制覇への世界戦という、まあ、田中にとってももちろん大一番という今日の対戦。さあ左ジャブをついていきます。もうかなり相手バルドナドのこのプレスは弱くなっていますが時折やっぱりこう振るってくるパンチ、これには注意したいというところです。高尾さん、はい、田中陣営ですかね、あの高瀬選手本人から相手の頭を下げるところがやりにくいという会話を陣営としてましてね、はい、それならばじゃあ中途半端にせず潰すのかどっちかにしろと、相手は休みたいんだからパンチをとにかくついていけという指示です、はい、まあ、最初から相当にバルドナードを飛ばしてきましたんで、さあここはしかしまた強いパンチを振るってくるか。田中も負けずに前に出ます。高野さん、はい、一方バルドナの陣営ですかね、もう一箇所にとどまるなと、もう足を動いて距離を取れと、はい、まあ、できるだけ体力を回復したいそんな指示が出てますね、まあ、距離はしっかり、ああいい、あー右のフック、一瞬ヒヤッとするパンチが田中を捉えましたがここは大丈夫。いやこういう飯田さん一瞬の隙はちょっと気をつけたいですね。まだまだこのパンチ狙ってますし、はい、あの大振りが早いですよね。あ、そうですか。さあ一瞬田中の顔面を捉えましたがこれは大丈夫。また右を振るいます。田中前に行く中盤、さあ右のボディ、ボディ引いている。さあ左のジャブまっすぐ下がる、詰めていきたい。第7ラウンドも残り1分半という名古屋国際会議場、田中恒成世界3階級制覇に向けた復帰戦。あー左ボディブロー、いやしかし手を返す。相手のパンチもいや当たる距離です。いやさすがはこのタフネス、しかし一方的にはさせません。アッパーを振っていきました。さあその相手に対して田中が冷静にいきたい。ボディーブロー、このボディーは効果的。ボディーブローもう一つ行く。いやしかしなんだかんだと手を返していきます。この辺りの相手、まあ、もちろん飯田さんも世界クラスになるともこういう相手はゴロゴロいるわけですからね。まあ、そうですよね、いかに仕留めるかというのも今日の課題になりそうです。細かいパンチ、近い距離、まあ、近い距離になっても飯田さん、はい、田中はやっぱりあの最後フィニッシュを迎えるときには絶対に自分が前に行ってるんだと、そういう話です。右のストレート、ボディブローです。ボディーを引いています。あーとアッパーから左、いやー大きなパンチ、これには注意したい。左のフックです。かなり無造作にも見えるんですが、さあそのパンチをかいくぐって細かいパンチです。対照的です。もう自分のボクシングを展開している田中恒成の3階級目フライ級、勝てばこの世界のベルトも見えてくるという世界前哨戦です。2階級制覇の田中恒成がさあ3階級に向けてのこの世界前哨戦終盤に入っています。第7ラウンドが終了しています。さすがの対戦相手、ダウンは一度奪われましたがその後決定的なシーンを迎えるかと思いきやというそういう場面が続いています。今日は WBO 世界フライ級チャンピオンの木村翔選手にもお越しいただいていますが、さあ木村さん、この後なんとかフィニッシュまで持っていきたいですね。そうですね、まあ、持っていけると思いますけど、はいはい、さあ残りラウンドは3つ、かなり疲れている相手に対してザリー。さあ田中高ラウンドは8ラウンド、一気にフィニッシュを意識しているか。ゴーサインはすでに出ている。その陣営の指示に対してさああとはまとめるところです。
高田さん、はい、田中陣営はですね、とにかく相手は倒れないようにしているだけなんだから、だったら細かいパンチを続けていけと、はい、でこれも勉強だ、相手の心を読んでいけという指示です。あ、なるほど、相手の心を読んだ、ボディーブロー、かなり顔面に意識をさせた上でのボディーだったような今のパンチです。足が軽く動き始めましたね。あ、そうですか。このラウンドちょっと切り替えましたね、はい、まあ、この一つ木村さん、はい、足が動く動かないっていうのは田中康生の一つのバロメーターですからね。そうですね、左のジャブ、左のフックです。田中冷静に前に詰めます。左のジャブです。さあ詰めていってどこでチャンスを見出すでしょうか。このタフネス相手にすでに一度ダウンは奪っています。まあ、試合の趨勢は完全に、ボリブロー右を打ち下ろします。フィニッシュシーンを迎えるでしょうか。高田さん、はい、マルドナド陣営ですがね、ほとんど先ほどから攻撃の指示出てないですね、もうディフェンスで守れと、頭ボディはもらうなと、そういう指示しか出てません。あ、なるほど、ひょっとしたらもう飯田さん、倒れるなというそういう感じかもしれません。いやー、まあ、相当ダメージは止まってるはずですから ね、そうなんですよね。その相手のさあ体も心もこの木村さんへし折ってこそですよね。そうですね。左から右、ダウンはすでに一度奪っています。やりづらいんですかね、なんかやっぱりバルドナドは、外人特有の柔らかさとかね、やっぱりありますよね、はい、いいですね、このラウンド足使ってそうですね、ヒットアンダーウェイですね、当てて離れるっていうやり方、これが一番いいと思いますね、はい、ですからこの無造作のパンチも木村さんもらうことはないわけですね、こういう戦い方は。そうですね、そういうのがやっぱできるのはやっぱりテクニック持ってる田中選手だからですよね、はい、うまいですよね、まあ、かなり中盤は飯田さん相手の土俵にも立ったという感じがありますけども、はい、まあ、ここに来て田中の足もしっかりと動いているという。そうですね、ここまでは調整は万全でした。やっぱり今まで減量に苦しんでいたこの、軽い階級から一つ上げるというのはそれだけ、あ、右を返していきます。田中のコンディションは万全です。右のストレート、さあフィニッシュまで持っていくか。ヒットアンダーウェイで、あ、ここはもう田中としてもしっかりと自分のボクシングをやりきろうというそういう意図も飯田さん見えますね。そうですよね、やっぱバルドナド、はい、自分がこう打つことで、いいです、まあ、力を使うんですけれども、はい、でもそれでこう疲れるというよりも自分のペースが出てくるんですよね、はい、そういう選手なんで、はい、もらわないっていうのは大事ですよね。そうですね、もう細かいパンチ一つもらいたくはないというこの終盤です。田中康生の世界前哨戦第8ラウンドが終わりました。試合は残り2ラウンド、9ラウンド、10ラウンドを残すのみになりましたが、まあ、田中としてもこの疲れの残る、終盤だとは思うんですが、自分のボクシングをしっかり飯田さん展開しきっているということですかね。そうですよね、まあ、中盤はこう強引にというか、前に前に行ったんですけども、はい、また足を使い出して、自分のペースでやってますよね、はい、木村さん、こういったあたり、この苦しい中盤あたりからまた足を使える田中のフライ級というのはどうですか。いや、素晴らしいと思いますね。さあ田中康生、世界3階級制覇に向けた前哨戦、このタフネス相手にかなりのボクシング消耗も強いられたんですが、それでもまだ足は動いています。スタミナは万全です。田中康生の世界前哨戦、さあ第9ラウンド、さあもうダウンだけは絶対にしないという相手に対してのこの攻撃です。無理をすることはありませんが、しかし効果的にダメージは与えています。高田さん、はい、田中陣営ですかね、父親の仁トレーナーは康生選手本人に語りかけるように、はい、相手は頑張ってるな康生と、倒したいんだったらここで突き破らんといかん、はい、集中していけという指示です、はい、相手の頑張りももちろんそうです。まだ無敗の世界ランカーです、このフィリピンのバルドナド、まあ、さすがはという木村さん、そういう相手ですよね。そうですね、まあ、本当にまだパンチも死んでないんで、はい、まあ、一発だけは気をつけたいですよね。そうですね、はい、こういったパンチを出してきます。第9ラウンドです、まあ、田中の方としては、まあ、怪我からの復帰戦ということでもありますからね、はい、ちょっと間が空いた中で、それでまた階級上げて、はい、またこんな世界ランカーとやってるわけですからね。そうですよね、まあ、むしろこの相手は危険なんじゃないかというそういう向きもあったんですが、畑中会長のこの信頼のマッチメイクです。あ、ゴリブロー左です、ゴリから左、右を返していく、おー、いいですね、右を当てました。田中康生第9ラウンド、さあ第4ラウンドにはダウンを奪っている、さあ右コーナーに追い詰めます。細かいパンチ、さあ近い距離、細かいパンチも有効です。第9ラウンド、もう残り1分というところです。
ミボリブローです。いや、こういったパンチも効果的です。左のジャブで突き放す。もう完全に田中のボクシングができています。フライ級の田中恒成の動き、これも万全な感じがあります。さあ前に詰めていくロープ際、しかし頑張る。さすがはこのアウト、左から右に。さあ詰めていくぞ、コーナーに詰める。さああと一息です。残り40秒第9ラウンド。さあ詰まっている、もつれてきますね。さあ、あーっと今左を止めました。プチレフェリーが試合をストップ。世界前哨戦、ストップは良かったと思いますね、はい、もうその前でやっぱり足もつれてましたからね、はい、上げますと世界の相手は倒れないですし粘り強いですね、はい、そういう意味でもバルドナー君も本当に